い、ということで、なんかね、ドリーネって書いてたとこの付近に来たんで、結構看板ありますね、ドリーネ。ドリーネ2って書いてますけど。ドリーネって何ですか、これ。ああ、気持ちいいね、雨が集まって地下に流れ込む。マジで？でも穴はね、開いてないですけどね、くぼ地にはない。そうですね。まああの土とかね、水流れたんで入っちゃうから、ね、うん、まあそれで埋まってしまったのかな。もともとはもしかしたら穴が。そうだね。危ないね、でもね。まあこう、ちゃんとしてくれてるからね、いいけど、あれなかったら知らないで落ちちゃうよね。どういう、そこまでが嫌なのか、気になりますね。こっちもあるね。あ、こっちがドリーネ。あっち、2って書いてある。これドリーネ1じゃないですか。こっちの穴は開いてない。ドリーネ1ですよ、これが。はい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 。まあこのね、ドリーネって今すごい印象的だけどね、これ寝たら忘れるんですよね。多分、おそらく。この、時代500円の水流すのは、まあ、ほんとここのルートの終点に、すごいあの巨木があるらしいので、はい、そこが終点ですね。お、看板ありましたよ。あ、来た！第三洞窟。まあ、あのここね、第三、第四はちょっと、入ることができないんですけど、入り口だけでもね、拝めるっていうとこなんで、見に行きましょう。あ、左ですね。あります、あります。左、書いてます。おう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 。すごい、すごい。あ、ほんと手前までは行けるんだ。わー、わー、すげー、怖えー。マジで。藤岡弘、探検隊が行くようなところですよ。そうですね。年齢がバレる。いや、もう多分俺らよりももうちょっと先輩方の世代だと思うよ。俺らが特殊すぎるんだと思う。これでもね、きっとちょっと埋まっちゃったんだろうね、やっぱりね。埋まったんですか、ね。うん。埋まっちゃったんだと思いますよ。うん、これで、あのもう一つの第四洞窟も、あの中には中には入れないです。入れないですね。こんな感じで、はい、ただ、そうですね、ギリギリまでは行けるっぽいです。ほうほう。あ、こっちだ。看板だって言うよね。第四ですね。こう、導いてる、導いてる、順番に見たら、こう看板が目につくようになってるんですね。考えられてますよ。多分たまたまなんでしょうけど。俺らが視界が悪すぎて気づかないっていうね。おそらくたまたまなんです。あ、第四洞窟のありました。看板見えてきましたよ。あ、洞窟のすぐ隣じゃないですか。その終点の。でか。木が。でか。でかいね。これはでかいわ。想像以上にでかい。あ、第四洞窟もすごいね。これまずちょっと第四洞窟行こうか。いや、第四、マジ足元気をつけて、結構きついからね、角度が。涼しい、ここ本当は涼しい。あれ、第四洞窟、あそこか。俺ここが第四洞窟かと思って焦ったわ。ここも怖いね、穴になってるよ。おー、あれもドリーネか。あれもドリーネか。あれもミニドリーネ。ミニドリーネ3。これもドリーネ4です。何でもドリーネになっちゃう。下のくぼ地集めてドリーネ。はい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 。おお、こんなになってますね。ここはでも涼しいね、ここね。ここ涼しい。うん、この奥が続いてるんですかね。ああ、そっちかな。ここ止まってるもんね。その縦に割れてる穴のとこ、もうちょっと奥行ってるのかな。
ってますね。うん、うん、いやでもすごい、うん、ここからの景色すごいですよ。水なら見える。そう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 。ちょっと怖いよね。なんかだってチューブラリンでしょ。少しチューブラリンじゃないけどギリギリだけどジブリっすよ、うん、うわあ。やべえ。もう一回来るわ。個人的に個人的にね、マスクなしで、マスクなしでね、個人的に来た、個人的にね。わ、でもこっからちょうどね、この真下からこう覗くとね、すげえ迫力だね。いやすごいね、うん、うわー、俺こんなの切れねえわ。切らないんじゃないですかね。ああ、いや切らないけどさ、残すんじゃないですかね。ああ、まあ時なら。いやこれ切れって言われても俺切れねえわ。いや無理ですね。ああ、うわ熱いわ、もやっとする。なら、はい、樹齢500年、樹齢500年、森の主、うん、6メーター40あんだって周り。すげえ、6メーター40もあったら超暇じゃね。あ、この真ん中裂けてる落雷の傷なんですね。あ、これそう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 、うん、至る所のやつがなんか落雷の傷ってなんかインターネットで出てました。で、あのこれあのどんぐりすごい蓄えるらしくて、この子が、うん、時期になったらどんぐりめっちゃ取れますよって書いてました。取りに行きますよ。どんぐり他のとこでも取れるでしょ、どんぐり。大先輩にイエーイイエーイ、大先輩にイエーイ。藤岡弘のものね。年齢、俺らが特殊なんだわ。いやすごいですね。すごいすごい。ここら辺腐ってますね。言わんでいい、うんうん、僕分かるんですよ、こういうの。ここら辺腐ってますね。多分裏側はまだちょっと元気だと思いますけどね。あ、でもすごいね。もうぶっちゃけこの奥も気になる。行かないけどね。これあのタウント立ち入り禁止なんで絶対行っちゃダメなんですけど、安全の管理上絶対行っちゃダメなんですけど、僕この先もなんか道っぽくなってるんで、獣道大好きなんで行ってみたいなっていう気にはなりますけどね。絶対行っちゃダメですよ。ちょっと行ってみたい気にはなりますね、うん、なります、なります、ね、おーすごいね。これ、上から第4洞窟見れるんですか。あー、これ入ってていいのか。これは大丈夫じゃないですかね。あの、ロック行けないんで、上から。あ、ここまでは来ていいんですよ、草ないから。うん、人、来てますかね。おお。これも、こっから見たらあれですよね。なんだっけ、ポリープじゃなくて。なんだっけ。ポリープ？マリーネじゃなくて。あ、ドリーネ。ドリーネよ。ドリーネ。ドリーネよ。マリーネってあれですか、あの、カルパッチョ的な。もう忘れちゃったもん、名前。こっから見たらそれに見えるよね。なんたらのマリーネっていう。まあすげえ恥ずかしいんだけど。とりあえず東山で戻らないとダメですね。そうですね、うん、では東山で戻りましょう。レッツゴー、ゴー。あのさっきね、この第3第4洞窟行ったんですけど、はい、ここねぐるーっと戻ってきて、行ってないルート行きましょうということで、現在地こう第1洞窟に戻ってまいりました。はい、ということで、この第一洞窟からですね、この湿地ルートっていうとこを通ってですね、岩泉湧水っていうところを見に行きたいなと思います。ということで歩いていきましょう。はい、もう水流れてんだね。流れてるからね、やっぱ湿地っていうぐらいだから。蚊が多すぎる。蚊がもうあの、まあまあ、肘とか刺されまくってる。だからもう食われるよね。カメラ撮ってるレックもあのおでこ刺されてた。そう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 。撮ってないとこでね、文句言ったんで、ね、うん、かいんだもん。なんか腫れてる。くそ。あ、でもあんだね、
やっぱこういうなんか橋みたいのが出てくると、なんかこう湿地帯とかよくあるでしょ。ああ、そうです ね。これが、はいはいはい、岩泉湧水。はい、岩泉湧水です。スコヤカロードンとかハートマークついてるわ、これ。おじいちゃん、おばあちゃんに歩いてもらって、スコヤカに。スコヤカにね。ああ、もう水流れてるね。ああ、ほんとだ。水が流れてるっていうことね、この上。やっぱりなんか来てるんだね。まあ、足元見るのに全然周り見れてませんけど。まあ、落ちないけど。ここなんですね。なんかさっき僕、あっち側でなんか、岩盤見えてるよって言ったところ、得意ですね。ああ。はい。これが岩泉湧水ですね。岩のとこから水が染み出てきてるみたいな。あ、上のところから漏れてる。上のところから、ね、で、あのこれ雨降った直後とかだと水流が多くなりますよって。おお、ね、写真見たらね、結構バーって出てきてる写真あったんで。滝みたいになってる。そうそうそう、もう流れてくる水が白くなるくらい。あ、ビャーって来てたのが、あ、ちゃんと資料写真ありますよ、ここに。ごめん、先に俺撮っちゃったんだけど、はい、あ、ちょっと説明してたからよかったですね。わ、すごいですね。そう、こんな感じにね、なるらしいんですよ。へー、おー、すごいですね。そうそう、で、炭酸ガスとミネラルが豊富って書いてる。飲めるという。飲めるんじゃないですかね。いや、飲用不可って書いてるね。あー、ダメですか。ダメか。ダメです。残念。温泉みたいだもんね、炭酸ガスとミネラルとかね。あー、そうですね。うん、これ沸かしたら、沸かしたら沸かして、沸かして家の風呂で入りますか。はい、お風呂で、お風呂でマイナスイオンも感じます。はいはい。ああ、これあれなんだ、これひまわりの種って書いてあったから。ここリス、そうそう、リスとか、まあ、鳥もいるんだろうね。うん、だいぶ食い散らかしてますよ。マナーの悪いリスですね。リスに会えるかも。人間来た時点で逃げちゃうんじゃないですか。まあ、あの、ちょっと登ってってね、逃げる瞬間ぐらい、うん、見れるかもしれないですね、うん、ガサガサぐらいね、ええ、うん、ほうほうほう、よかったね、健やかロード。健やかロード岩泉湧水ね。これ雨、あんま、雨上がりあたりに、うん、そうそう、来たかったですね、うん。あー、戻ってきましたね。戻ってきました。あー、これいいんじゃないですか、ここ。レックさん、これ、これトンボとかね、飛んでて。あー、めっちゃウクいるじゃん。すごいしよ、ここ。めっちゃ飛んでるよ。でかいのがね。分水地ですね。うん、分水地ですね。まあ、あの、多分ここで卵を産んで、ここで育って、またここで卵を産むっていうのを延々と繰り返してるんでしょうね、ここだけで、うん。でも、トンボがいるっていうんだから、やっぱり自然がね、ちゃんと守られてる、うん、感じですよね。この奥行くとね、あの、親子岩っていうのが、お、親子岩っていうのが、あ、でも看板ありますね。はい、看板がね、あるんですよね、親子岩っていうのが。最後に見るものと見るものは親子岩ですね。お、親子岩。はい、山火事注意です。ゴミお持ち帰りしてくださいね、ちゃんと。るなよ。本当、あの、さっきね、あの、なんだ、ジュースのプルタブみたいなやつ、落ちてんの僕1個見つけちゃったんで、本当絶対やめましょうね。落ちますよね。はい、ダメです。落書きもあれは本当に良くないですね。本当に良くないね。天然記念物ですから。うん、ね、こういうね、自然をね、まあ、どの施設もそうだけどね、やっぱりこう自然をこう扱ってるものって元に戻らないんで、本当に大事にね、大事にしましょうね。そう思いますよ。はい、何真面目な話してんだよ。俺たちバラエティだぞ。いやー、遠い。親子岩が一番結構きついね。階段きつい。最後の最後にきついよ。ちょっとカメラマンからも、あの、汗が。もう、これは出るよ。結構長いよ、この階段。まだまだ。あ、これか、これです。来ました。親子岩。どっちが親でどっちが子供かわかんないですけど、あ、親子岩に登れますよ。おお、
そっちも登れんのかな。あ、登れます。登れます。どっちが親でこっかわかんないですけど、なんか昔この岩繋がってたみたいなこと書いてあったんですけど、どっかで繋がってたんじゃないかなみたいな。あ、こっから行くのね。正規のルートはここね。もうまたきついな。でもね、こういうきついとこってほら登るだけの価値ってきっとあると思うんだよね。こうね、こう足元注意してね、こうボコボコしてるから。なかなかいい景色なんだ。木の葉っぱばっかりで。これ春先とかいいですね。そうですね。葉っぱないから。そう、落ちてる。ああ、あとあの秋口は絶対いいと思いますよ、これ。あの紅葉も見れるし、紅葉も見れるし、ね、落ち葉とかきっと落ちてきてね、その中湿地ルートとか特にね、こう歩いてこれるところなんでね、ぜひぜひこれからの、ね、時期もね、いいよね。疲れた疲れたよということで、一番最初のところに戻ろう。戻ろう。よっしゃ、戻る。あ、うん、はい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 。ということでね、あの親子岩、はい、降りてきてですね。辛かった。もう全員息切れしてる、ね、結構なルートだったね、親子岩ね。下には辛い。もうあれ終わった後だから、ここもね、もう足バキバキなのよ。ということで、戻ってまいりました。はい、牛乳伸ばし。ちょっとここ涼しい。犬わかんないかもしれないけど。犬わかんない。犬何も感じない。戻ってまいりました。戻ってまいりましたね。ということで、あの、ほら、帰ってきて手とか汚れてますね。あ、ほら、手とか靴とかブラシとかあるんでね、こう、洗うのもできちゃいますよっていうことで。それで、あ、楽しかった。楽しかったね。収入度楽しかった。すごい神秘的。ええ。うん、無料で見れるんだったら、本当、いいですよ。おすすめです。無料です。いいわ。また来る。また来ます。個人的に来る。リピーターになります。うん、うん、俺ももう一回来たいな。うん、あとね、あの、飲み物をちょっと持ってきた方がいいかもしれません。うん、夏の暑場だったら、ね、だいぶ汗かくんで。多分これ、かぶってなくても汗かくんで。そうね。ええ、なんであの水なんかを持って、来るといいかもしれませんね。そうだね、はい、ちゃんとね、ゴミは持ち帰りましょうということで持ち帰りましょう、はい、で、いたずらがしなどなどしませんように、絶対やめてください、ね、天然記念物ですから、はい、やめましょうね、はい、はい、というわけで、というわけで今回ね、もしかしたらちょっと何回かにわたってなってるかもしれません。いっぱい撮ってるんで、いっぱい撮ってるんで、はい、こう長頓別鍾乳洞のところですね、はい、ね、こちらぬくもりさん、はい、森館、ぐるっと見てきたところ、ご視聴いただきありがとうございます。みんなも行ってみてね。バイバーイ。バイバーイ。またね。動画をご視聴いただきどうもありがとう。これから東北じゃんけんをするよ。じゃんけんに負けたお前らはぜひともチャンネルを登録してってください。で、あの鍾乳洞とかね、いいなと思ったらグッドボタン、俺たちのことを気に入らないなと思ってもグッドボタンということで、じゃんけんするぞ。東北じゃんけん、じゃんけん、ボーン、チョキだ。負けたやつ忘れずにポチッとしてけよ。じゃあみんなも長頓別鍾乳洞無料だから見に来てね。バイバーイ。これもこっから見たらあれですよね、なんだっけ、ポリープじゃなくてなんだっけ、ポリープ、マリーネじゃなくて、ドリーネ、ドリーネよドリーネドリーネよ、マリーネってあれですか、あのカルパッチョ的なもう忘れちゃったの名前